皆さんこんにちは、キコです。本日も動画ご視聴いただきましてありがとうございます。本編に入る前に一つお知らせなんですけども、現在私のオンラインサロンプラネットは、毎月月額999円で毎週1時間のライブをしております。ライブを通してですね、皆さんと交流しながらいろんなご質問にお答えさせていただいて、ちょっとね、YouTube ではなかなかそこまで話せないっていうような裏話なんかもサロンライブではしておりますので、ご興味のある方はぜひ概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからチェックしていただければなと思います。マジンさん、家具やらなんやら断捨離しました。それからの私の人生は大変化でした。あ、そうなんだ。断捨離で大変化したするんだ。やっぱこう捨てるというか手放すと入ってくるんですね。ちょうど宇宙元旦だったしね、昨日そうですよね。あれ、昨日ですよね。うん、3月21日、昨日発熱しました。あら、結構皆さん昨日一日頭痛と肩こりがひどかったんですが、これって宇宙元旦に関連した何かの現れ、それともただの体調不良、どっちだろう、わかんないけど、一日理由もなくなって一日で治ったんだったら、ちょっと宇宙元旦あるかもしれないですね。昨日は動悸がして今日お腹下しました。あら、あ、でもお腹下すってまさに浄化よね、わかりやすく。まあでも、あの、一個言っておきたいのは、なんかこう何でもこうスピリチュアルだって思っちゃって、あの、早期発見できたはずの病気ができなくかったって、まあ、病院行かなくてもいいや、浄化だしってなっちゃって、そういうことが起こるとすごく、残念なので、とりあえず病院に行くことは私は結構おすすめしてます。病院行くの嫌だっていう方も多いけど、もし続くようだったらね、別に1日ぐらいだったらいいですけど、すごく続いちゃったりとかするんだったら行くといいよ。あの、なんで行くといいかっていうと、その病院で治してもらおうっていう話ではなくて、というか、まあ、別に病院に行って治してもらえればいいんだけど、病院に行ってもそのお知らせの時って病院に行ったって治んないんですよ。だから私はとりあえず病院に行って、で、まあ、あの、なんか見てもらったりして、でもなんか原因ないですねとか、一応薬出されたりして飲んだけど治んないっていう時に、初めてアスピリチュアルのメッセージなんだなって、あの、判断ができるから。そう、あの、まあ、スピリチュアリストさんの中には、まあ、こう薬飲まない方がいいよとか病院行かない方がいいよって言われる方もいらっしゃるけど、私は割と行くタイプですね。あとね、この前、あの、またこれちょっと対談で撮影だったので、 YouTube の方でも後日しっかりお話聞けると思うんですけど、医療の分野の方も体の声ってあるというか、物理的な治療だけじゃなくて、例えば怒りを我慢している人はがんになりやすいとか、そういうのあるんですけど、つながってるよねって言われるお医者さんも結構いらっしゃるんですよね。それでおっしゃってたのが、全部、あ、じゃあこれは怒りが原因だから怒りを治せばこのがん治るんだみたいな発想にしちゃうと、それはそれで結構危険だから、かといってそっちに全然その怒りを出すとかに向き合わないで病院にいくら通っても治んないし、どっちも大事ですよっていうことはおっしゃってて、でも本当にそうだなと思うんですよ、私も。だからどっちかに偏りすぎると治るものも治らないから、やっぱどっちの考えも治療もしつつ、そういうこの原因って何だろう、何のお知らせだろうって考えるのもすごい大事だなって私思いますね。キコさんの偏りのない考え方が素敵です。ありがとうございます。本当になんかスピリチュアルって取り入れるとすごくいいんだけど、偏りすぎるとすごい危険なんですよね。だからそれはちゃんと発信していきたいなっていうふうに思っているので、がんの原因がそうかもしれないけど、がんであることがみんなそうっていうわけでもないからね。そう、間違って伝わっちゃうと良くないなと思って。友達がリウマチと乳がんを併発していて、その人はとても我慢してる人です。なんと声をかけたいのか。我慢してるんだね。我慢すると体に出るんだよね、本当にね。バンジーだよね。でもバンジーって周りの人がしろよって言えるってなんとかなるもんじゃないというか、人にね、した方がいいよっていうものではないからね。あんまりご本人が変わりたいって思うまで、相談とかされたらちょっとやってみたらって言ってみてたらいいと思いますけど。宇宙元旦の日にライブ配信やズームやプラネットを楽しみにしていたのですが、全てトラブルで見れませんでした。あら、まあ、うわ、何かのお知らせでしょうか。何から掘り下げていいか分かりません。へえ、でもエネルギーが強いんでしょうね。ちなみにその時イライラしてませんでした。こうイライラしたエネルギーでその電波系がうまくつながらないことってあるんですよ。
そういうのはなかったですかね。あとはなんか、あと考えられるのは、宇宙元旦の日って自分と向き合った方がいい日だから、もう外からこう情報を入れるインプットの日じゃなくて、あなたは今日は自分と向き合う内省する日にしてくださいっていう意味で外の情報を遮断されたのかもしれないですね。こっちかもしれないな。5年前に大切な人との死別を得て、今月からメディアムの勉強を始めたんですが、メディアムって何ですか？ある方が人を癒したい、助けたいというのはある意味上から目線で、人はみんな完璧だと言ってました。確かに弱い人なんていないと言ってました。キコさんはどんな思いでこのカウンセラーをやってますか？でも私もそれちょっと強いかも。かわいそうとか助けたいって思ってた時期があったんですよ。で、だけどというかそういう時期もあったし、その時はね、自分が満たされてなかったから、人を助けることでなんか自分の存在価値を見出したいみたいな思いが多分あったんじゃないかって、初期の方だから。その時はなんかちょっと、なんだろうな、お客さんは別に悪い人は来なかったけど、プライベートですごい依存されたりとか、なんかねちょっと苦しい時期があったんですよね。で、どっかで助けることって素晴らしいことだと思って言ってたのもあって、助けてあげるみたいなのが、でそうじゃないとカウンセラーやっちゃいけないと思ってた時期があるんですけど、それって違うよなって本当に思ったことがあって、本当の本当の自分が好きだからカウンセリングやってるっていう状態が一番健康的だろうなって思ったんですよ。で、なんで私はカウンセリングやるんだろうって思った時に、人に喜んでもらうとか助かりましたって言ってもらうのは確かに嬉しいけど、一番の理由じゃないし、一番にしない方がいい理由だなと思ったんですね。で、一番は何かっていうと、私人にめっちゃ興味があって、人それぞれいろんな思い込みがあったりとか、いろんな経験をしてブロックを作ったりしてて、で今の現実があって問題を引き起こしてるじゃないですか。それをこう研究というか分析するのが楽しいからやってるんだっていうことに気づいたんですよ。だから、これが一番の理由だと思って、私はこの人のことを知って、なるほど人ってそういう風に考えるんだとか、こういうパターンの人もいるんだっていう、私のなんかこうコレクションを増やすっていうのを一番の理由にしようと思ってやってるんですね。だからその人がもう究極ですよ、もう真剣にやるんだけど解決できませんでした、助けられませんでしたってなったとしても、なんていうか、そもそも一番はそこじゃないっていう思いでやってるとフラットに見れるんですよ。なんか何としてでも助けてあげなきゃって思うと逆に助けられないんですね、自分のエゴとかが入っちゃって。だからこの人は別に本当は強くて力のある人だから、私が助けなくても大丈夫っていう見方をしてカウンセリングをすると、結果的にうまく解決するっていうね方向に行くことを気づいてからそういう風にしてますね。人にめっちゃ興味がない、いいんじゃないですか。人に興味がないならカウンセリングをやらなくてもいいわけだし。